幽国は三島幸男の短編小説。現代は旧漢字の無国である。仲間から決起に誘われなかった新婚の注意が反乱軍とされた仲間を客に討伐せねばならなくなった立場に応能し妻と共に侵入する物語。三島の代表作の一つで2.26事件の概伝的作品である。 1961年1月の小説発表の4年後には、三島自身が監督、主演などを務めた映画も制作され、ツール国際短編映画災劇映画部門、第2位を受賞した。大義に純ずる者の私服と美を主題に、皇軍への忠義のもと、死とエロティシズム、おびただしい流血と痛苦を伴う滑腹自殺が、国名に描かれている。 60年安保という時代背景とともに、精神と肉体、認識と行動の問題を改めて思考するようになっていた三島が、その半時代傾向を前面に表にした転換的な作品である。1961年1月、雑誌、小説中央公論3号、陶器号の現代代表作家20人創作集に掲載され、同年1月30日に新潮社より刊行の、 短編集、スターに収録された。後、1966年6月に、川出処防新社より観光の、英霊の恋にも、議局、10日の聞くと共に2.26事件三部作として、まとめられた。なお、この観光にあたって、当時の実情をよく知る加盟将校の一人の、抹消大兵からの助言により、この絵市長兵大隊を、この F 票を第一連隊に改めた。 文庫版としては、1968年9月15日に、新潮文庫より観光の、花盛りの森、遊国、次戦短編集に収録された。その後、1997年に、中央公論11月、臨時増刊号の、激動の昭和文学に再掲載された。翻訳版は、ジェフリー・ W ・サージェント役をはじめ、世界各国で行われている。 1965年4月には自身が制作、監督、主演、脚色、美術を務めた映画、ウレー国が制作された。映画は翌年1966年1月、ツール国際短編映画祭劇映画部門第2位となり、同年4月からなされた日本での一般公開も話題を呼び、アート系の映画では記録的なヒットとなった。また同時に、 映画の制作過程、写真などを収録した、売コ国映画版も1966年4月10日に、新潮社より観光された。遊国は乾燥な構成と、大きな蜂に満々とふかし減られた父のようでといった、肌の白さを表す、感能的な描写や、国名に描かれる、切腹の白心さで、短編ながら注目された作品で、三島自身も、商品ながら、 私のすべてが込められているとし、もし、忙しい人が、三島の小説の中から一編だけ、三島の良いところ、悪いところすべてを凝縮したエキスのような小説を、読みたいと求めたら、幽刻の一編を読んでもらえば良いと晩年にも、繰り返している。幽刻は、死とエロティシズムを直結させるジョルジュバタイユの、エロティシズムに通じる作品構造となっている。そこに描かれる、 愛と死の後継、エロスと大義との完全な融合と相乗作用は、私がこの人生に期待する唯一の私服と、三島は語り、その映画化の狙いについては、以下のように説明している。日本人のエロースが死といかにして結びつくか、しかも一定の追い詰められた政治的状況において、正義に、あるいはその政治的状況に準じるために、エロースがいかに最高度の形を取るか、 そこに主眼があったのである。三島由紀夫、制作意図及び経過登場人物の青年将校や、その妻については、彼はただ軍人、ただ大義に準ずる者、ただモラルのために献身する者、ただ純粋無垢な軍人精神の根源でなければならな。かつた、彼女こそ、まさに昭和10年代の平凡な陸軍中尉が、自分の妻こそは、世界一の美人だと思うような、素朴であり、 女らしく、しかも情熱を内に秘めた女性でなければならなかったと、している。また、三島は、夕刻を、死を書く少年、海と、夕焼けと共に、私にとつてもつとも切実な問題を秘めたもの、としているが、そういった主題の問題性などに、侵略せずに、物語として楽しんでもらえれば良いとして、現にある銀座のバーのマダムは、夕刻を、全く瞬本として読み、 一晩眠れなかったと告白したという話を紹介している。昭和11年2月28日2.26事件で決起をした親友たちを反乱軍として直命によって打たざるを得ない状況に立たされた。この f 不一連隊勤務の竹山真嗣中尉は、王のの末、自死を選ぶことを新婚の妻、玲子に伝える。 すでに、どんなことになろうと夫の後を、追う覚悟ができていた霊子はたじろがず、共に死を選ぶことを決意する。そして死までの短い間、夫と共に濃密な最後の営みの時を過ごす。そして、二人で、身支度を整え衣装を書いた後、夫の切腹に立ち会い、自ら物度を切り、後を追う。三島幸男自身の解説には、特定の誰かをモデルにしたという記述はなく、 河野久員をモデルにしたのではないかという自衛隊員の読者からの手紙にも特定のモデルはおりませんと返信しているという。なお、2.26事件の後には、反乱軍の野中志郎隊員や、皇軍の天野武雄少佐などのほか、以下のような有国の主人公と同じような自施をした人物もあった。この絵市長兵大隊の市長兵中尉、青島健吉が、 2月29日朝に自宅である開校者社宅において妻のき美子と共に切腹自殺しているのが発見された。事件発生から不眠不休で任務に当たっていたが消耗が見られたため前日に休養を命じられ帰宅した後の自死だった。和田克則町の切腹によれば陳太郎注意は親友が反乱軍に加入していたために相打つことになることに悩み、 彼らがその行為に責任を感じて速やかに自決することを待ち望んでいたにもかかわらずに彼らが反乱の汚名を着せられ、あくればどんな事態に立ち至るかもしれぬということを考えたあまり死によって一切を生産することを決意しての夫妻揃っての自決であったという妻の遺書には軍人の妻として来たるべき日が参りましたと記されている三島は 付き合いのあった元青年将校からの指摘を受けて、主人公の所属を、この絵市長兵大隊から、この絵不評一連隊に変更した。事件当時決起に流行る青年将校は、不評将校が多く、市長兵などありえないとの意見だった。市長兵では、連隊機がなく、作中の描写と合わないということもわかり、未練はあったが変更した。有告は、 三島の初期作品から内包されていた認識と行為、精神と肉体、内側と外側の一体化といった二元論の解消や克服といった存在論的な問い、史上の肉体的快楽と史上の肉体的苦痛が同一原理のもとに統括され、それによって私服の到来を招くといった思考の根源的な情念、あるいは半時代的な情熱が、 あらわになった転換的な作品として論及されることが多く、三島文学にとって重要な作品であるが、60年安保の翌年の1961年に発表された当初や、存命時の反響では、広告的内容などから嫌悪を示す表者もいた。肯定的なものでは、山本健吉などに代表されるように、三島が行動主義の若い男女の中に、 思考停止のニヒリスト的な世界における美、魅惑の造形化を試み、現代人に一つのカタルシスをもたらそうとしていると捉え、否定的なものでは、再起に溢れた有能な作家の三等が、とてつもなく大きな作語の完成に落ち込んでいるため、早く危険地帯を脱出してほしいと、古場屋シナオが提言し、花田清輝は、こういう小説は非常にくだらないと断じている。 この、花田の発言については、具体的論点が不明なため、神谷忠敬は、花田の真意がどこにあったかについてはまだ研究されていないと説明している。野口武彦は、幽国の切腹描写や、死の情念とエロティシズムのマゾヒスティックな化合の根源に、江戸大闘期のデカダンス芸術があることや、文体に、乱熟期の江戸歌舞伎や草造史の感受性に通じている。 ことを指摘し、田中美代子も、浄瑠璃や真珠といった、日本人の真相に潜む美意識を、最も暴露的な仕方で、すり出したものが、幽告だと解説している。また田中は、血気から外された注意の共有をアイロニカルな私服の、死で賛美することにより、歴史の彼方に葬り去られた、無数の犬児に、かつて栄光と信じて栄光から見捨てられた人々の、 痛恨の救済を試みている作品だと考察している。伊藤勝彦は、三島が有国において、あらわに反時代的な思考や情熱を示したことについて、戦後精神に対する拒絶の姿勢を、はっきり表に出したのであるとし、それまでは嫌々ながらも、戦後の日常生活との軽薄な交際を続け、否定しながら、そこから何らかの利得を得て暮らしてきた三島が、 幽刻以降、思想に準じて死ぬ人間の史上の美しさを主題にするようになったが、それは思想そのものを扱ったのではなく、死に至るまでの生の商用としてのエロティシズムの美が描かれていると解説している。江藤厚氏は幽刻を三島氏の数ある作品の中でも、修作の一つに数えられるものとし、以下のように解説している。作者の目的は、 中医と夫人が大義に準ずるという公的に成果された喜びのために私の枠を超えて一層高く燃え上がる性の陥落を尽くす。そしてその攻防の明るさは正確に前提とされる自害という事実の暗さに比例するという過程を出来得る限り細密にたどるところにあるからである。帝国陸軍反乱という政治的非常時の頂点を政治の側面からではなく、 エロティシズムの側面から捉えようという、三島氏のアイロニー構成の意図は、ここで見事に成功している。滑覆した夫の帰り地を浴びて白むくをくれないに、染めた中尉夫人が地に滑る白旅を踏みしめて、シゲに立つ姿などは、三島流のエロティシズムの極地とも言えるに違いない。絵と厚し、エロスと聖人の作品。 磯田光一は、王外以来、義のための殉教をこれだけの密度を持って描き出した作品はないだろうと述べ、死のリアリティの問題を、第三者の心への反応としてではなく、直接に死を選ぶ者の内側に入って描いた作品として評価し、馬体湯への共鳴があることを指摘している。鎌田博美は、三島が、有国執筆前に書いた馬太、馬体湯町、 エロティシズムの書評に触れながら、有国との関係を論じ、そこにおいて3等は、生殖イコール連続性イコール死をこの思想の、核心をして捉えているばかりではなく、非連続性な生および生活の解体という、そのラディカルな作用の可能性に着目しているとし、三島が馬太イに共感を寄せる、大きな理由の一つとして、この思想の核心に、我々の生の限定性を打ち破る。 新たな原理的な可能性を三等が見出していると解説している。佐々木幸綱は遊国における竹山中尉の家の1階には日常があり、2階には非日常があると分析しながら、その反発する両極を引き寄せる何かは絶対的な力を持った何かでなければならないとし、三島はその絶対的な力を持つ何かとして、 肩こ恋を想定したと解説している。そして、天皇への肩こ恋、妻への肩こ恋、さらには状況への肩こ恋、強烈な意思的な肩こ恋の前には、極という、絶対も相対化されるとし、肩こ恋を貫き通すことさえできるならば、そこでは、生も死も、男も女も、肉体も精神も、永遠の瞬間も、政治も性も、大やけも私も、 非日常も日常も、清潔も歪説も、性もどうも、炎も雪も、主観的に重ね合わせることが可能であると、論考している。憂霊国1966年4月12日、風切り。2005年8月、それまで現存しないと言われた、遊国のネガフィルムが、三島の自宅で発見されたことが報じられ、話題を呼んだ。映画、遊国は、 後の三島事件の自決を予感させるような切腹シーンがあるため、陽子夫人が忌避し、三島の死の後の1971年に、陽子夫人の要請により上映用フィルムは焼却処分された。しかし共同制作者、藤井博明のネガフィルムだけはどうか残しておいてほしいという要望で、洋子夫人が密かに自宅に保存し、茶箱の中にネガフィルムのほか映画、 有告に関するすべての資料が数個のケースにきちんと分類され収められていた。ネガフィルムの存在を中は諦めていた藤井博明はそれを発見した時のことをそこにはご主人に対する愛情と尊敬が込められていた。震えるほどの感動に私は立ち尽くしていたと語っている。これらネガフィルムや資料は1995年に夫人が死去した。 数年後に発見されていた。映画 DVD は2006年4月に東方で販売され、同時期に新庁舎の決定版、三島幸男全集別館、映画、遊国にも DVD と写真解説が初集された。遊国はツール国際短編映画最激映画部門第2位となったが、その時の評価は賛否両論にあり、中にはショックを与えることを狙った。 露出趣味という映画評論家、ジョルジュ・サデュールの辛口表もあったが、ヌーベル・レプブ,ブリック紙のベルナール・アーメルは、幽刻を、真実な、短い、凶暴な悲劇とし、近代化された、脳の形式の中に、ギリシア悲劇の持つ、あるものを、永遠の死を、すなわち愛と死をその中に払んでいると表し、以下のように解説している。驚くべきことに、バグナーは、この、 日本の映像に最も深く調和している。そしてこの日本の映像の持つ肉枠的であると同時に宗教的なリズムは西洋のこれまでに作り得た最も美しい至福の歌の持つ旋律構成にすこぶる密接に癒着しているのである。ベルナール・アーメル、ヌーベル・レプブリックが見またフランスの一般の観客から夫が切腹している間妻が言うに言われない。 普通な表情でそれを見守りながら、しかも、その夫の激しい苦痛を自分が分かつことができないという悲しみにひしがれている姿が、最も感動的であったと言われ、三島は感動したと述べている。渋沢達彦は、三島氏はこの映画で、日本人の集合的無意識の奥底に挑んでいる、ドロドロした欲望に、映像として明確な形を与え、人間の肉の経緯としてのウルガスムを、 エロティシズムと死の両面から二重写しに描き出したと評価している。安倍工房は小説、遊国を支えていた、精緻な均衡と比べ、映画の方はひどく安定に欠けたところがあったが、むしろその不安定さの持つ緊張感に引き付けられたとし、次のように語っている。その不安定さは、もしかすると、作者が映画を完全には信じていないところから来るものだったかもしれない。 信じていないからこそ、作者があれほど前面に押し出されてきてしまったのだろう。作者が主役を演じているというようなことではなく、あの作品全体がまさに作者自身の分身なのだ。事故の作品化をするのが、私小説作家だとすれば、三島幸夫は逆に作品に事故を転移させようとしたのかもしれない。無論そんなことは不可能だ。作者と作品とは、もともと、 ポジとネガの関係にあり、両方を完全に一致させてしまえば、相互に打ち消しあって、無が残るだけである。そんなことを、三島幸夫が知らないわけがない。知っていながらあえてその不可能に挑戦したのだろう。なんという傲慢な、そして逆説的な挑戦であることか。僕に、羨望に近い共感を感じさせたのも、おそらくその不敵な野望のせいだったに違いない。いずれにしても、 単なる作品票などでは片付けてしまえない大きな問題をはらんでいる。作家の姿勢として、ともかく僕は脱帽を惜しまない。安倍工房、三島美学の傲慢な挑戦、映画、誘刻のはらむ問題は何か三島が有名な作家で、あることから、周りの映画評論家たちが3時ばかりを送る中、バラ族の表紙絵を描いていた、大川達治が率直な感想を雑誌に書いたところ、 三島から面会を求められ、意気投合。付き合いを重ねるうち、三島が大川のことを親父と呼ぶまでの中になったと、伊藤文学は解雇している。映画第一本はイン。ありがとうございます。